ながらいつしかあなたに染みついた誰かにとれ暗いならあなたを殺していいですか耳が濡れて隠れやとつづらを見
さあ、ここまで刀を使った立ち回りや傘を使った踊りなどを見ていただきましたが、楽しんでいただけますでしょうか。私たち米山流盾術は東京、横浜、小田原で盾教室を開催しています。本日のパフォーマンスをご覧になって、ちょっと盾やってみたいなって思われた方がいたら、ぜひ私たちにお選びください。それでは本日最後の演目となります、剣舞戦、お楽しみください。米山流盾術。